国の常緑低木。中国原産で、日本では、縁起物として、庭木として植えられることが多い。冬に赤くて、丸い実をつける。乾燥させた実から、咳止めの効果が期待できることから、薬用植物としても扱われている。和名南天の由来は、冬に赤い果実が目立つことから、中国では冬花を連想して、南天色といい、また葉が竹に似ることから、 南天岳と名付けられ、これを音読みして和名が付けられたとされる。中国植物名は南天岳。南天の花は中華の季語。実は三島の季語。中国原産。日本の茨城県伊勢の本州、四国、九州、日本以外では中国、インドに分布する。団地の産地景観に自生し、古来より栽培もされている。 日本へは中国から渡来したと言われ、観賞用に庭木としてや玄関前などに植えられることが多い。西日本、四国、九州に自生しているが、古くに渡来した栽培種が野生化したものだとされている。山口県萩市川上の川上の柚子を呼び南天実生地は国の天然記念物。常緑紅葉樹の低木。 樹高は1から3メートルぐらい、高いもので4から5メートルほどになり、株立ちとなる。幹は創生し、幹の先端にだけ葉が集まってつく、独特の姿をしている。樹皮は褐色で縦に溝がある。葉は誤生し、3回3では上腹葉で、小葉は後皮心型で先端が少し突き出し、葉心は角質で深い緑色、やや艶があり、葉園は、 前縁。傭兵の基部は膨らみ、茎を抱く。うじく、小う軸に関節があり、園芸種では型や色に変化がある。冬に葉が赤くなる品種もある。牡蠣は、初夏頃、茎の先端の葉の間から、円水果汁を上に伸ばし、六弁の白い花を多数つける。晩秋から初冬にかけて、弱樹色、または、時に、白色で、 小級系の果実をつける。果実は秋から初冬に熟し、花皮は薄く、破けやすい。実の白いものは、白身の南天という園芸種で、これもよく栽培されている。糖ガは、赤葛色で、鞘状の傭兵器部に包まれているため、ほぼ直接見ることはできない。春になると、この傭兵器部が膨らんで、羽目や肩を伸ばしてくる。 常緑の葉と赤い果実の色彩が妙で、冬の庭園に彩りを与えることから、主に庭園樹としてよく植えられ、園芸種も豊富にある。生け花の花材になるほか、葉と果実は、薬用として用いられる。寒冷地以外は栽培することができ、薬用に喜ばれる白い果実をつける種は、希少価値がある。繁殖は、木で増やすことができ、春の方が前に挿すか。 梅雨時期に株分けを行う。江戸時代に様々な墓割り品種が選び出され、盛んに栽培された。古典園芸植物として、現在もその一部が保存栽培されている。近視難点等と呼ばれる。園芸種のおたふく難点は、歯が紅葉しやすく、真夏でも赤い葉をつける。実がつかないのが特徴で、高さも50センチメートル程度しか伸びないので、 下草などと一緒に庭園によく使用される。歯がやや円形なので別名お亀南天とも呼ばれる。稀に太く育ったものは幹を床柱として使うことがあり、六音寺の茶室、柴又大尺天の大客伝などで見られる。南天は音が南天すなわち南を天ずるに通ずることから縁起の良い木とされ、鬼門、または、 裏木門に植えると良いなどという俗心がある。福樹草と、セットで、災い転じて、福となすとも言われる。また、江戸期の百科事典、和漢三歳杖には、南天を庭に植えれば、火災を避けられるとあり、江戸時代は、どの家も、火災除けとして、玄関前に植えられた。赤色にも縁起がよく厄除けの力があると信じられ、江戸後期から刑事に用いるようになった。 トイレの前にも、南天腸図と称し、歯で手を清めるためなどの目的で植えられた。南天の箸を使うと病気にならないという言い伝えや、贈答用の石板に南天の商用を載せているのも、南天の縁起から来ている。歯は、南天用、または、南天蓄用という気薬で、毛に、下熱、鎮害などの作用がある。歯に含まれるシアン化水素は猛毒であるが、 岩油量はわずかであるために危険性はほとんどなく食品の防腐に役立つ。このため彩りも兼ねて弁当などに入れる。熊本県旧秋田町ではすりつぶした南天の葉の汁をこしたものを小麦粉の生地に加えた麺料理汁貝を作る。もっともこれは薬用でなく食あたりの難を転ずるというまじないの意味との説もあり当初から 殺菌効果があると分かって赤飯に添えられたり、川屋の近くに植えられたのかは定かではない。実は、南天実、または南天竹子と言い,い、11から12月から翌2月にかけて、実が成熟した時に、カ保ごと切り取って採取し、天日で乾燥して脱流する。果実に含まれる成分としては、 アルカロイドであるヒゲナミニソコリジンドメスチンプロトピン、ナンテニンナンジニンメチルドメスチンや、配糖体のナンジノシドなどのほか、種子には、脂肪油のリノール酸、オレイン酸、フィトステロールや、プロトピン、フマリン酸などが知られている。鎮害作用を持つドメスチンは、温血動物に対して多量に摂取すると、大脳、呼吸中枢の麻痺作用があり、知覚や、 運動神経にも強い麻痺を引き起こすため、素人が安易に試すのは危険である。また、近年の研究でテニ人に、気管ひらな目筋を弛緩させる作用があることが分かった。また、難児の指導は、高アレルギー作用を持ち、これを元にして人工的に合成されたドラニラストが、高アレルギー薬及びケロイドの治療薬として、実用化されている。 脂肪油のリノール酸は、コレステロールの血管への沈着を防ぎ、動脈効果の予防に役立つ。赤い実も、白い実も成分は同じで、薬効は変わらない。知覚神経の局所麻酔、運動神経の麻痺作用があることから、鎮外に有効とされていて、民間療法では、咳、百日咳、二日酔いに、難点の、実追立料3から 10g を、 水400から 500cc で半量なるまで煎じ、3回に分けて服用する用法が知られている。ただし、喘息の咳には難点味だけでは止められないので、専門医の指導で漢方薬を用いる必要がある。喉の乾き、黄色い痰の出る人に良いと言われているが、難点は、毒性も併せ持つため容量に注意が必要となり、また、 体が冷える人への服用は禁忌とされている。扁桃炎や、口内炎、喉の痛みには、うがい薬代わりに難点用ついた治療 10g を、水 600cc で煎じた液でうがいに用いる。失神には、葉を 50g ほどを布袋に入れて、浴頭量として、風呂に入れる。かつて、民間では、船酔いに、難点の葉を噛んでいた。ありがとうございます。